ども皆さんこんにちは、東京からやってまいりました、ソーシャルツアーの羽深智則です。さっきまでは肉のお兄さんだったんですけど、これから歌のお兄さんに変身しますので、皆様どうぞ楽しんでいっていただけたらと思います。今日はですね、こちらの宮城県東松島市、子供の日ということでね、お祭りをやられています。今日もお肉を焼きながらいろんなお子さんの笑顔をたくさん見れて、すごく元気なんですね皆さん。だから未来っていうのはその子供たちが作るもので、こんなに元気で明るい子供たちがいればきっと未来は大丈夫だと思いますので、みんなで楽しくやっていけたらと思います。どうぞよろしくお願いします。皆さんの知ってる曲を歌っていきたいと思います。僕らはみんな生きている、生きているから歌うんだ。僕らはみんな生きている、生きているから悲しいんだ。手のひらを太陽に透かしてみれば、真っ赤に流れる僕の血潮を、ミミズだって、オケラだって、友達なんだ。知ってる子は一緒に歌ってください。僕らはみんな生きている、生きているから笑うんだ。僕らはみんな生きている、生きているから嬉しいんだ。トンボだってカエルだってミツバチだって、みんなみんな生きているんだ、友達なんだ。僕らはみんな生きている、生きているから踊るんだ。僕らはみんな生きている、生きているから愛すんだ。手のひらを太陽に透かしてみれば、血潮を包めたって、イナゴだって、カゲロウだって、みんなみんな生きているんだ、友達なんだ。ミミズだって、オケラだって、アメンボだって、友達なんだ。どうもありがとう。どうもありがとうございます。本当にね、みんなすごく元気なんでね、もう逆に僕はパワーを分けてもらってるような感じです。今日はソーシャルツアーといって、あちらのオレンジのバスでやってきたんですけども、東京から炊き出しをしにやってきました。すごく今日はこちらちょっとカメラを回させていただいてるんですけども、そのソーシャルツアーの仲間、本当に日本全国にいる仲間が、今日は一緒に見てくれてます。
来たのは僕らなんですけども、仲間たちが、バーベキューの具材を調達してくれたり、その具材のためのお金を、調達してくれたり、もう本当にたくさんの人が集まって仲間になってます。日本全国が、東北のことを思っていますので、安心してください。我々またいつでもやってきますので、今日は本当に楽しく歌いたいと思っておりますので、じゃあまた有名な曲を中心にやっていきたいと思います。次のはどっちかというと、お父さん方の年齢に合う感じだと思いますが、上を向いて歩こうという曲を歌いたいと思います。どうぞよろしくお願いします。伝染すると思ってます。これだけたくさんの笑顔があれば、もうみんなが笑顔になれるはずです。きっときっとこれから大丈夫です。みんなで笑っていきましょう。今日はですね、東京都からやってきました。普段は、夜行バスなどを使って全国を旅しているんですけども、宮城県は実は最初なんですね。カンニングしてるな。本当にね、初めての出会いなんでね、これからずっと大事にしていきたいと思ってます。またソーシャルツアーのバスに乗って現れると思いますので、どうぞよろしくお願いします。じゃあね、普段はシンガーソングライターとして自分の書いた曲とか歌ってるんですけども、残念ながらまだ有名ではございませんので、みんなのよくわかる歌とか歌っていきたいと思います。
そうだ嬉しいんだ生きる喜び、たとえ胸の傷が痛んでも。一緒に歌ってください。何のために生まれて何をして生きるのか答えられないなんてそんなのは嫌だ。今を生きることで熱い心燃える。だから君は行くんだ微笑んで。そうか嬉しいんだ生きる喜び、たとえ胸の傷が痛んでも。今日はあの自衛隊の皆様がいらっしゃってます。みんなのことを守ってくれる自衛隊の皆様、現実の世界のアンパンマンです。ありがとうございます。何が君の幸せ、何をして喜び、わからないまま終わる。そんなのは嫌だ。忘れないで夢をこぼさないで涙。だから君は飛ぶんだどこまでも。そんな恐れないでみんなのために。君だけが友達だ。アパマンらしい君は人間、みんなの夢まで。いいね。時は早く過ぎる、光る星は消える。だから君は行くんだ微笑んで。そんな嬉しいんだ生きる喜び、たとえどんな敵が君は人間、皆の腕守るため。ロバエロ、ありがとう。本当にね、あの元気いっぱいの、仲間が、ここに溢れています。この元気はね、どん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 伝染していて、やっぱ子供が元気だったら大人も元気になります。なんかいっぱい現れてるけどね、ありがとうね。これはねハーモニカのやつなんだよ。本当にね、今日は僕自身が元気をもらっております。全部歌わないよ。もうね、あのここでカンニングされちゃってるんでね、じゃあちょっとね、クールダウンじゃないですけど、お父さんお母さん方の、歌を歌いたいと思います。いいよ。大丈夫よ。ギターだよ。知らず知らず歩いてきた細く長いこの道、振り返れば遥か遠くふるさと
跡が見える。でどどこ道や曲がりくねた道、地図さえない、それもまた人生。ああ川の流れのように緩やかに、いくつの地ありがとうございます。それではね、僕シンガーソングライターとして普段
活動しているので1曲だけ僕の曲を歌わせてください。同じ月を見てるっていう曲があります。これはですね、どんだけ離れた場所でも空を見上げれば、東京でも、宮城でも、僕の出身地広島でも、どこでも空を見上げたら月があって、それはみんな同時に同じものを見ることができるんですね。だからどんなに離れていてもみんなつながっています。今日も、このカメラの先に生中継でユーストリームというパソコンで見れるネットテレビを中継して、仲間たちが見てくれてます。みんな一人じゃありません。これからもつながっていきましょう。Thank you.
どうもありがとうございます。同じ月を見てる、羽生智則オリジナルソングでした。というわけで時間も早いものでね、最後の曲となってしまいます。今日は本当に皆様と出会えて嬉しかったです。またね、宮城にもやってきます。全国いろいろ旅をしてライブを行っておりますので、また、やっていきたいと思いますので、今後ともどうぞよろしくお願いします。この頭を見かけたら大体僕だと思っていただけたら。最後何しようかね。さっき知ってるって言ったやつやろ。じゃあ最後はね、みんなで歌える曲にしたんで、みんなで一つになりたいと思います。今日は、宮城県東松島市から、ライブをお届けしております。こちらの、カメラでも全国でみんなの仲間が見守ってくれてます。本当にね、みんなでつながっていって、そして笑顔をみんなで伝染させていって、日本を元気にしていきたいと思っております。なんだってね、こんな元気な子供たちがいるんだから、絶対日本の将来は大丈夫です。みんなで楽しく生きていきましょう。ナンバーワンにならなくてもいい、もともと特別なオンリーワン。飛び押ししてください。いいね、オーレー。花屋の店先に並んだいろんな花を見ていた。それぞれ好みはあるけど、この中で誰が一番だなんて争うこともしないで、バケツの中を漏らしげにちゃんと胸を張っている。それなのに僕ら人間はどうしてこの比べたがる。一人一人違うのにその中で一番になりたがる。一緒に歌おう。そうさ、僕らは世界に一つだけの花、一人一人違う種を持つ。その花を咲かせることだけに一生懸命になればいい。困ったように笑いながらずっと迷ってる人がいる。頑張って咲いた花はどれも綺麗だから仕方ないね。やっと店から出てきたその人が抱えてた色とりどりの花束と嬉しそうな横顔。名前も知らなかったけれど、あの日僕に笑顔をくれた。誰も気づかないような場所で咲いてた花のように。そうさ、僕らも世界に一つだけの花、一人一人違う種を持つ。その花で咲かせることだけに一生懸命になればいい。
小さい花や大きな花一つとして同じものはないから、まだ泡にならなくてもいい、もともと特別な Only Oneハブカトモノリでした。どうもありがとうございました。それではハブカトモノリさんに盛大な拍手をお願いします。